きなことも挙げていた。最初の段階は非常に不安だった人が多かった。このウイルスの特徴、そして怖さ、あるいは対策のあり方等が一人一人がですね、分かってきた。これ意識できるようになってきたということが大事。そういう状況の中で不安と思う人が少しずつ下がってきている。その上で基本的な感染対策を維持しながら社会経済活動を少しずつ正常に戻していく、それを探していく、探っていくような、そういう一年にしていかなければいけない。今年で3回目となる大学入学共通テストは今日、理科と数学の試験が行われ、2日間の日程をほぼ終了しました。東京の一部の試験場では